どんなエネルギーを感じましたかって話です、うん、ドヘギ この背中が大きかったかな。あと記者会見になった時よりもうげっそり、まあいい減量の仕方というかがっちり落としてきて、すごく細かったんで、まあ、ここから明日どれぐらいリカバリーしてくるか楽しみです。Doheny more difficult than Neary perhaps. How so? Doheny は結構難しい相手なんじゃないかっていうようなことを言ってたんだけども、それはまあ具体的にどんな意味で。ドヘニーがその、まあ、いわゆるなんですかね、そのマッチメイクの中で、うん、まあ、思っているよりも簡単な相手じゃないということを、うんうんうん、まあ、会長も前に言ってたけど、うん、それはどんなことからかということらしいです、ね、うん、やっぱり体の強さ、フィジカルの強さ、まあ、あと一発のパンチの重さというのは、今までやってきた相手の中で、まあ、ドネアネリーが上だと思う、ドネアネリーがパンチあったと思うんだけど、それ以上の重さというのはドヘニーはあるんじゃないかな。その辺がやっぱりすごく警戒するというか怖い部分。ありがとうございます。